青森県十和田市の桜やぶさめです。やぶさめとは疾走する馬の上から矢を放ち的を射る武術のことで、通常やぶさめは男性が演武しますが、ここ十和田市で行われる桜やぶさめというのは演武者全員が若い女性で、全国でもここでだけ行われる珍しい催しだといいます。4月下旬の桜が満開のもと、勇ましくも華やかに行われました。偶然この町に立ち寄った私は、桜やぶさめという珍しい催しを見ることができました。泊まりたる馬上の娘ははにかみて、矢を射る姿のなんと凛々しき。最年少の騎手は13歳とのアナウンス。浮かんだ言葉はけなげの御文字。馬借りて春爛漫の花のもと、的をいたりし花の乙女らは。